Yeah!
この塔のどこかに神獣がいるんだよな。夜は魔物が活発になる時間帯よ。注意して進みましょう。滅させたようだな。油断するわよ。この、
いちいち喜んでないで、先を急ぐぞ。ってこいだ。
何も問題なかったわね。相手が弱々でも俺一人でも十分だったな。雑魚ね。時間の調べしかないわ。こんなもの。それ。どきなさい。Hey!
行きましょう。
した神獣、これで4体目よ。あと4体。やっと半分倒したね。あと半分だ。ペースを上げていくぞ。武器が強くても防具が弱くても気に入ったぜ。きっとお役に、なかなかの品だな。大事にするわね。きっとお役に、いい買い物したわ。いい仕事してるでち。きっとお役に、ワクワクでち。またお越しください。いらっしゃい。とっておきの武器、お、いいもの気に入ったぜ。病気の武器を取り揃えてるにゃ。大事にするわね。お、いいもん。いい仕事してるでち。また来てくれよにゃ。またこの風神像をどうにかしなきゃいけないのか。前にも解いた謎だし楽勝よ。私勉強は苦手だけど、こういう謎解きは。この、え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 
ぞ。あいつが神獣に違いないわ。Come on!
行きましょう。で片付けた神獣は合計5体だな。あと3体、いい感じよ。このペースなら神獣を倒しきれるんじゃないかしら。グレンの魔導士が悔しがる顔が目に浮かぶわ。いらっしゃい。